とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も、新しく出てきた極ボスにソロで挑んでいきたいと思います。今日行くのはこれ。極強剣は歓喜とともに雪原をかけ。ドーベルだね。かなり強いんだけども、行ってみましょう。はい。普通の新ドーベルのグレート化した状態が普通だという感じだね。もうとにかく強いので、要注意です。マジで要注意。危ねえ。で、基本的に攻撃は敵の隙をついて、やっていくこと。このね、コンバットなんかは隙ができるから、その間に攻撃をして OK です。で、基本的にはね、夢見る少年少女のスキルをつけていって、あー、ジョブか。で、それで回復をやっていくっていうのが一番勝ちやすいかなと思う。本当にね、こいつはやりにくい相手です。ラスボス、まあまあ、もともとね、ラスボスみたいな感じだったからね、あれなんだけど、マゼラギガースとかよりもちょっと戦いにくいと思う人もいるかもしれない、でもマゼラギガースよりはまあまあまだマシかな。あー、ダメだ、キャンセルできなかった。仕方ない。まあ、このね、上に上がって落ちてくるアルマゲルーンか、もともとの名前は。あれに関しては、もう、コツを自分で探すしかないね。避け方のコツっていうのは。まあ、タイミングもあるし、あのね、声を聞いてればいいと思う。下に落ちてくるときに、ワオーンって言うから、それが聞こえたときに、回避。っていう感じがいいかな。あちゃあ、このポーズで回復していけるから、夢見る少年少女は、ああまあまあ、こういうこともありますさ。こういうこともね、あります。でもまあ、基本的には、回避をたくさんしていけば、変身もすぐできるんで、大丈夫でしょう。はいはいはい、これで変身できるんじゃない。いきます。まあ、とにかくあれだね、もうこいつは特に攻撃しすぎないこと、それがほんと重要。さっきもブルーストリーム2回入れたからちょっとダメだったけど、1回で止めとけば方向も食らうことはなかった。でもまあ、ある程度ね、ダメージ覚悟して打っていっていいんだよ。そうしないと時間かかってしょうがないから。 HP がもう新ドーベルの倍以上あるから、倍ぐらいはもう全然 HP 高いから、さっと倒さないとね。しゃあ、で、まあ、基本的にはこれね、マルチでやること、ソロでやるとかそういうチャレンジャーなことは基本的にはしない方がいいよ。ソロきっついから。で、しかもまだ敵本気出してないからね、まだね。ここはいっていっていって、あ、もう食らってるし、ちょっと欲張るとこうなってしまう。でもまあいいか。はい、OK、 変身もすぐ溜まるし大丈夫でしょう。まあまあ、長期戦はある程度覚悟していかないとダメだね。おお、今の当たった。うそ、もうあそこ重ねられると弱いな。
まあ、すぐ溜まるからいいけどさ。はいはい、ちょっともうちょっと隙を見て、やっていきましょう。 OK、 方向のね頻度が結構高いんだよな。いけるか、無理か。あ、いけた。でもこの後は無理だ。この後チャンス取るのはとてもじゃないけど厳しいっす。はいはいはい、これはもう回復チャンスだね。あぶねえ、お前ポーズのところにそれを重ねられるとさ、まずいわ。 OK、 三つ星レストランは美味しい。あのね、薄見沢はな、あ違う、このカツラを装備してんのよ。このカツラの効果が、あぶねえ、クラブサポート発生率が 15% 上がるってやつ、あれつけてるとね結構いいかもしれない。人間状態の攻撃力アップのやつも、あれももちろんいいよ、もちろんいいけども、ソロで戦うときにはあのカツラはなかなかこれ優れもんだなと思った。このクラブサポート、頻繁にしてくれるっていうのはかなり強みがあるんでいいよね。回復アイテムが、特にこの三つ星レストランが出たときはすごく嬉しい。そろそろ来るんじゃない？本気モードが、本気モードが来るよね。知ってるよ。で、この時が本当にね、きついのよ。本当きついから逃げとくっていう手もあり。うん。オッケーオッケーオッケー。俺は基本的に逃げる、この時は。あ、ミスった、ミスった。あっぶねえ、え、ちょっと待って、やべ、あっぶねえ、死んだかと思った。でもそろそろ終わったね。オッケーオッケーオッケー。バーストが終わるまで俺はね基本避けとこうかなっていうタイプじゃないと、きつすぎて。 OK、 あそこでもうダメージラッシュラッシュもらうと終わるからね。おっしゃ、はい、来い、いいね、いけるか、もう一発いけるか。いけた、よし、あ、仕方ないけどいいや。来た、うわ、このウェーブのねきつさよ、うん、ウェーブがきついし、さらに凍結まで来るからやばすぎんだよねこれ。はい、来なさい。はい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 、とりあえずこいつのグレーとかが終わるまでは本当に逃げ取った方がいいよ。ちょっと待って、オッケー、じゃあもう最後の最後暴れんな。じゃあやりやがるわ本当こいつ。うわあ、無茶したらダメ、無茶したらダメだわ。はい、行きなさい行きなさい。 OK、 これだいぶ削れる。嘘、まあいいや。もうどうしようもない。よし、逃げろ逃げろ逃げろ、うん、ほんと逃げとくの推奨、推奨します。無理だ、きっつい。
よし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 、もうそれ切れた時お前最後な、本当に。あーもうオッケー、よしいけるか、オッケー、いいねいいね、よし、あと2発ぐらいかな、あと2発ぐらいで倒せるでしょう。でも最後まで気は抜かないこと、これ絶対ね、気は抜かないようにしてください。あーきつい、本気バーストしてきたこいつは本当にきつい。まあ、とりあえずそういう感じで立ち回ってみてください。うん、とにかく攻撃はしすぎない、避けることをまず第一に、でそして、本気バーストが来た時は落ち着くまで逃げとくっていうのもありだよっていうのをやってみてくださいね。ではまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。